No pressure, it's just the whole world watching. Hello! Konnichiwa! I'm Jimin. I'm Deborah. And I'm Josiah. And we're from PSMS 188 in New York City. In this episode, we'll be watching introduction videos from schools on Iramoto Island in Japan. One is Urahara Elementary School. Another is Komi Elementary School. They have only 7 kids in the entire school. Make sure to subscribe, like the video, and hit that notification bell. こちらは海の自然史研究所という非営利団体の今宮さん、日本側でこのプロジェクトを仕切ってくれています。私の名前は何々です。私は、5年生ですとか。ファイブスクール。本当は5番目のだからフィフス。元気よく、元気よく走ってもいいんだよ。走っていこう、元気で、元気よく。でも廊下は走っちゃいけません。あ、そっか、廊下してダメだから。皆さんが住んでるから、ここで。あ、そうだよ、それあった。ちょっと待って、ちょっと待って。カメラがこっちね、うん、はい、どうぞ。宮本島は280平方キロメートル、ニューヨーク市の約半分です。クイーンズ区と同じくらいです。約9割は森林です。同じのやって同じで楽しい、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 楽picture of Japan. They have 125.8 million people, so their population is about a third of the United States. From New York City, from the JFK airport to Tokyo, what do you think? How many hours of that flight? 14-hour flight. Then 3-hour flight to Ishigaki Island, then 45-minute ferry ride to go to Iriomote Island. Now we have a video from Japan. Their message video. And there's subtitles. 違うかなとか。背が高い。背が高そうだね。あ、なんか先生より背が高い。くるくるの髪が入ってる。靴入ってる。本当だ、靴入ってる。プラスチックフリーランチデイ。この前ビデオでしたから。プラスチックだし。学校によく一番を紹介します。一つ目
は赤小瓶です。いつも上原小学校の周りの木に止まりピュールルルと鳴いています。2つ目はセバロホクトメです。雨の日によく歩いています。3つ目は白原クイナです。車に乗っているとき前を通ることがあります。4つ目はイリアモテヤマネコです。道路に引かれているカニやカエルを食べたり川の中の魚を食べます。上原小学校は自然に囲まれていて、このイリアモテ島も世界自然遺産に登録されています。 See you soon!私たちの学校文化を4つ紹介します。1つ目は獅子舞です。獅子舞は悪い病気を追い払ったり頭を噛んで健康を願ったりします。1つ目は三線です。三線は沖縄で使われている楽器で3本の弦で音を出します。4時間授業を頑張り、美味しい昼食を食べます。その後、五六工事を頑張り、4時30分からそれぞれの部活に行きます。 See you soon! ハロー。これから上昇の給食のことを発表します。給食では、給食センターの人たちが栄養バランスを考えてくれて美味しい給食を食べることができます。上昇の子どもたちの人気メニュー第1位、揚げパンです。待ってよ、上原小学校にはゆるゆるかという科目があります。ゆるゆるかの三大行事は魚泊集会、ビーチクリーン、避難所体験です。その中でも魚泊集会についてご紹介します。魚巻きはみんなで手をつなぎ魚を追い込みます。そして魚を取ります。正解、こんなのいるんだ、すごい。おまちゃん、これ何匹目？5匹目です。おすごいな。あれ、みんなニューヨークに行くの？え、行かない。行きたいけど行けない。え、行けるんですか？逆にパスポート作んないといけないですよね。すごい。やめてねー、お願いする。カメすごいね。ウミガメいるよ。海の網の外に逃がしてあげる。そうですよ。うわー、ウミガメいるよ。すごい。ほら、こんなでかいんだな。あれ、カメもよく引っかかるんですか？引っかかるんですか？カメに引っかかるんですよ、最近増えてる。ウマキの時は。はい、いや、増えてるんですのここですが、僕たちが住んでる西表島は台湾の近くのここです。
西表島真和子です。小見小学校は西表の東部に位置し、この地図ではここに表示されています。で、小見小を挟んでいる川が千浦川と前浦川です。裏返した西表の子たちもここに来て一緒にサップしよう。僕たちの小見小学校の近くに小見の浦という海が見えます。あの海で泳いだりカンナを取ったりエビを取ったりします。鉄砲エビ。この上は展望台です。展望台についてきてください。あそこの小見の丘が西表で一番高い山です。 OK。 次は長園まで案内します。はい。ここは長の広場といって、みんなに長園と呼ばれていて、長がこの中にたくさんいます。中に入ってみましょう。すごい。はい、長長見たら教えてね。はい、上みたいに来ました。 あれは何これ。これ大ゴマダラ。今日は大ゴマダラと言います。ペットやつ。つばめ2丁と2丁です。あ、本当だ。落ち葉かなと思った。あ、いた。このように。あ、大ゴマダラがいます。あと、あ、大きい幼虫だったらここに。うわぁ、でか。指させに、これ。これが大きい。やばいやばい。今から運動場に案内します。はい、ゴー、レッツゴー。レッツゴー、運動場、運動場行くぞ。ピッピー。運動場。はい、ワンちゃんについていくからね、運動場。はい、行こう行こう行こう。この木も紹介して。この木も紹介して。この木は200年が始まるといって、学校ができる前から生えていた。とあっちに説明が書いてあります。ここに、せーの、200年が始まる。ここが小見小学校の広い運動場です。コード100、コード100. Surprised that the water is blue. Oh, I like when the kids said I had curly hair. If they're surprised that we wear shoes, so do they like show their feet? No, it's like, no, they have, yeah, they have like a indoor shoes. A part that we both like is when the kid said that his hair stinks when he was cutting the fish. Okay, thanks everybody. I wish that I was in Colby Elementary because there's only 7 of them and their yard is so big and beautiful.
I love the garden. Thank you.